東京 FM ムロプレゼンツキングオブディギン、夜9時になりました。パーソナリティのマッカチンです。ムロです。ムロさん、こんばんも、よろしくお願いします。さあ、4月19日早速ムロさん、本日のテーマお伺いしたいです。はい、今夜は久しぶりにエディットもののナンバーを集めてミックスしてみたいと思います。いいですね。はい、実は久々。そうですね、ですよ、久しぶりです ね多分2年ぐらい前かな。はい、まずは18年20年21年だ。やっぱ2年ぶりですね。うん、そうですね。で今回4回目。まあやっぱりあの室さん現役の DJ でいらっしゃるので、やっぱりそのまずはまあそれをここの電波に持ってくるっていう意味では、まあ一番正統派というか、な感じの旋盤というか、そういう感じではあるっすよね。ね、現場からお届けみたいな。そうですよね。ですよね。なかなかあの現場に行けない人はね、逆にこの東京 FM の電波でね、感じていただければと思うんですが、まずちょっとそのエディットものとは、あの、なんだっぺっていうところで、ご説明しますとですね、まああの、短い曲を、クラブ向けに長くしたりとか、逆に長い曲をラジオとかで書けやすくように短くしたりとかっていう、要は楽曲を模様替えするっていうのがエディットっていうことなのかな。で、逆にリミックスっていうのがあって、リミックスはそのオリジナルの楽曲をリフォームしてみたいな感じで、こう、部屋に例えると元の場所は同じだけど別の部屋みたいな感じ。エディットは要は、まあ、模様替えなんでね、元あるもの、その、壁とかタンスはあんまり変わらないで配置が変わるみたいな。逆に難しくしちゃってるのかもしれないけど、まあ僕ら的にはね、まあでも、まあ、長いもの短くするとか、まあ短いものを長くするっていうのが一番わかりやすい、わかりやすいかもしれないですね。ショートエディット。ですよね。はい、ロングエディット。そうですよね。ですよね。でもまあ、逆にマニアック、僕たちぐらいになると、ドア玉にドラムをちょっとつけてとか長くしてみたいなことはやっぱムロさんもね、やりますよね。ですよね。で、本日は、どんな、その中でもなんかエディットのなんかものでこんな感じみたいなのありますか？2021年の時と一緒なんですけど、7インチで今日はちょっとやったらいいなと思って、7インチをちょっとたくさん持ってきてみましたね。なるほどね。もう7インチであるんだね、エディットものが。はい、もうバンバン出てるんですよ。なるほどね。はい、なんかやっぱエディットものこそ12インチシングルみたいなイメージがあるけど、もう今7でいけちゃうんだ。そうですね。まあ12ぐらい音がいいといいんですけどね。確かにね。確かにね。でも逆に持ち運びやすいし。そうですね。ね、そういう意味じゃちょっと今っぽい感じにはなってんのかな。そうかもしれないですね。ほうほうほう。じゃあその辺と、あとまあ最近よくクラブでかけてる、みんなが大好きみたいな感じを持ってきていただけたって感じですかね。そうですね。持ってきました。オッケーオッケー。じゃあムル君早速準備してもらっていいですか。でですね、本日あのムロさんからプレゼントいただきました。ムロ君ありがとうございます。で、現在リリース中のムロさんのそのピーバインから出てるグルーブディガーズシリーズの膨大なカタログからのミックスシリーズ、ディギングルーブディガーズフューチャリングトライブアンリミテッドレアグルーブミックスドバイムロと、ビクターから出てるやつですね、ディギンビクターと銘打ったミックスシリーズ第3弾ムロ神家の番ミックスドバイムロ、こちらをそれぞれサイン入りで1名ずつにプレゼントしちゃいます。ということで CD が欲しいという方は番組公式ツイッターをご確認の上フォロー&リツイートをお願いします。ということでムロさん、サイン付きで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでムロ君準備 OK？ はい、 OK です。 OK、 じゃあそろそろ行ってみたいと思います。2023年4月19日、本日はディギンエディットもの2023です。ムロさんお願いします。 Throw away your troubles, leave your blues behind, free your frustrations and have a jamming good time.Come on and clap your hands now, let yourself unwind. Everybody together in a universal mind. Get up on that ego into a higher place. Check out my music, dig my magic space. The way I like it, I love to see you doing your thing. The way I like it makes me wanna sing.
and see how well it fits. Baby, can't you see it when you look at me? I can't get this feeling when it hits. All alone in my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all of the time. What am I gonna do?
東京 FM プレゼンスキングオブディギン、本日はディギンエディットもの2023をテーマにお届けしておりますが、まさにもうラジオの前のみんな爆音注意報ですね。いやもうほんとザ、これが現場感という感じで、もうはい踊らせていただきましたが、もうまあこれがまあ全部7インチで構築されてるっていうのがまず驚きだな。そうですよね、昔じゃ考えられない時代ですよね。なんかやっぱ7だけのその音圧で、ちょっと現場でこうハウリングとか苦労する部分もあるみたいなこともムロさんおっしゃってましたが、とはいえやっぱりこの DJ が作るこの名曲の数々、まあこういうところのこの音楽リレーがまさに面白いですね。そうですよね、最高だな。やっぱムロさんもこういろいろあのエディットはいろいろ作られてきてると思いますけどね、やっぱりまあなんだ、みんななんとなく共通事項があるんだろうね。やっぱ音圧上げて、そうですよね、抜くとこ抜いて、抜くとこ抜いて、みんなが手を挙げるとこ作ってみたいな感じなのかな。OKOK、じゃあちょっと早速ね掘り下げていければと思うんですけど、まあ1曲目はまさにそのアルティメイトにも入ってるヨージャーのジョイアスですね。やっぱこれも名曲ですね。でなんか後半にあのビブラフォンが入ってきて、そうそう、あそこからがまた聞きたいなみたいなね。本当ね、でなんかこれどうやらカナダのビートメーカーさんがこう作り変えてるっていうところですかね。で2曲目がシックで、これもちょっと俺欲しいな。これシャギーエディットっていう、なんか多分シャギーっていう人もこの、まあエディターなんでしょうね。でもこういうなんかダブっぽいとかみたいなところが、なんかちょっと今のまたエディットの中でも今の流行りだったりもするのかな。そうですね、ダブっぽいエディット多いですよね。で3曲目これ来ましたね。もう俺の中でも胸当てなんですけど、ダニー・クラビッツのエディットからムロさんのエディットにつながっていくみたいな、つなげました。激アツ、これはその、フレッシュバンド、カムバックラバーって、これはもう本当に何だろう、マンキューソーとかラリー・レバンがもう愛したブギーみたいな名曲ですよね。名曲ですね、もう大好きすぎて、あの練習させていただいて、ね、出ましたね、今日かけた中だと一番最近あの、ね、リリースされたものだと思います。ムロさんが実際エディットやってっていう、これはもうあのポジティブペイレコーズか、あそこから出てますよね、あそこから結構ムロさんのエディットものいっぱい出してますもんね。そうですね、ユニオンとかで買えると思います。それがこのまあ実はね、その3曲目4曲目は実はそのダニー・クラヴィッツとムロさんの方がつながってるんだよっていうのも、これも見ないと分かんないかもな。やっぱそこもやっぱ DJ のテクニックで、いつ繋がったか分かんないみたいなのも、まずこの DJ の醍醐味ですよね。で5曲目これフォンダレイ、もうこれがもう何、これ実はケンタがやってるみたいな。そうそうなんですよね、嬉しいね。ちょっと番が悪くなってきたんで、もう1枚くださいみたいな。あ、じゃあケンちゃんお願いしますということで、いやまあ本当、まあこの続きはね、ぜひ皆さん現場に来てくださいっていうことが一番のメッセージかなということで、お時間という、まあここまではマッカチンとムロでした。また来週。